ジャダライトは、白を基調とした、単写小計算円鉱物で、蘇生式は、リネシブ 3O7、または、NA ニオリニオ 23H2O で表される。ジャダライトは2006年11月に、セルビアのジャダー峡国で採取された、ドリルコアから発見され、発見地にちなんで命名された。発見地は、ツェルさの南西 10km の場所で、 ジャラビツェ村とスラティナ村で見つかり、後にドラジナツ村でも見つかった。炭鉱を行っていたリオティントの地質学者がドリルコア中に従来知られていた鉱物のいずれとも異なる小さな丸い段階を発見した。ロンドン自然史博物館及びカナダ国立研究評議会の鉱物学者の確認の結果、新鉱物と認められた。ロンドン自然史博物館のクリス・スタンデーは ジャダライトは、鉱物学上ユニークであると評した。ジャダライトは、産業上重要かつ、埋蔵量も、比較的、少ない重要元素であるリチウムとウ素を含むため、商業的にも大きな価値がある。リチウムは主にリチウム電池、ウ素は、合金やセラミック、ガラスにも利用される、ジャダー峡国に埋蔵されている、鉱酸リチウム鉱石は2億トンに上ると見られており、 ここが鉱山として開発されれば世界のリチウム需要の10%を供給する最大級のリチウム交渉になると言われている。さらに、交渉の下部には1億1450万トンに上る平均品位1.8%の酸化リチウム及び平均品位13.1%の酸化放素が埋蔵されている。2017年5月にはリオティントはジャダーコークは 世界最大級のリチウム鉱床であり、火災鉱量は1億3600万トンであると発表した。同社は高化体の品位から資源量を推定したとしている。2023年に生産を開始し、鉱床寿命は50年と見積もられている。2017年5月の時点で鉱山の建設は始まっていない。採掘だけでなく、ジャダライトの精錬工場を併設し、鉱石から 炭酸リチウムと放酸を生産することが計画されている。セルビア、オーストラリア、米国の研究者らを集めて、メルボルンに試験設備を立ち上げ、ジャガライト成功の処理などが試験されている。2017年7月25日にリオティントとアナ、ブルナビッチ首相を率いるセルビア政府の間で覚書が締結され、2023年に生産を開始することが確認された。 一方で、ワーキンググループを結成して、研究を行うこと、採掘許可の発行手続きに入ること以外に、具体的な取り決めはない。開発プロジェクトは、プロジェクトジャダーと名付けられた。ジャダライトの蘇生は、偶然にも2006年の映画スーパーマンリターンズで明らかにされた、スーパーマンの弱点であるクリプトナイトの蘇生に類似していることから、 2007年にマスメディアからクリプトナイトの発見として注目を浴びた。ただし、ジャダライトはクリプトナイトとは異なり不思を含まず、推色の傾向も示さない。ありがとうございます。